僕らあの会社の人とこう2人で飲んでて、あ、この声はこの声はと思って横を見たら秀樹さんが飲んでて、あ、秀樹さんとか言ってまたゲラゲラ笑ったんだね、来て、いや、あれ誰ですか、社長とか言ってめっちゃなんか偉そうに言ってるじゃないですか、社長に向かってとか言って私長いからもうめっちゃ綺麗、会いました。あれでも離婚するんですか。そう、離婚する。あれでも可愛らしいですよね。でもさ、お前せっかくの俺の YouTube の、すぐ愛知に帰っちゃうから、ちょっと待て俺の YouTube のせっかくの声がさお前ら離婚とかさ、いや、うん、可愛らしいと思います。そう、可愛らしいとかいう声にしとけ。離婚するんだとかいらないよね。ちょっと姉の黄色い声入れたらいいじゃん。姉の黄色い声入れたらいいじゃん。おお、しもてジョナさんは？どこ？ビルタワーみたいな。あー、落ちた。あ、眩しい。なんだ？暗くて見えねえや。どんな人と付き合ってます？え？旦那はな、40ぐらいらしいで。今の旦那は40歳。40歳なんか？で、離婚するんすか？自分から捕まえたやつだで。その人は、あの人何歳なんですか？27。もう一人の子はもうちょっといってんねんな。29か。じゃあ、やっといてもらってきますか。相手、会社辞めちゃうんすか？辞める。あ、ほんまにもう愛知帰んの？うん、一応帰るって言った。もうこの1ヶ月の間で彼ができたら東京にいるっつったけど、どう？いいですか？え、でも、でも、翔ちゃんええんちゃうか？僕なんかでいいよ。翔ちゃんいいんじゃない？悪い子じゃないんやで。いや、その人は知ってますよ。うん、ただだからあれやん、あの一妻だからもうそういうこと考えちゃダメだ、考えちゃダメだっていう。だから一妻とか言うよりさ、あの男に対しての接しのあれが普通とちょっと違うだけやん。2人両方とも、その子とあともう一人はうちの会社でお付き合いがあるところの会社の子で、おい2人ともちょっとヘビ級なんか、あ、もうコンパしてとかな、飲んでって言ってたね。軽いと思うよ。年上で今30。でもね、違うで、29やで。29か。うん。いや、めちゃめちゃ今、うちの後輩が、前の会社の後輩なんですけど、僕はあの会社の女の子、会社の今行ってる派遣の女の子に、この子を紹介してくださいって言われて、うん、はい。じゃあ。